口裂け女。良い子のみんな、口裂け女って知ってるかな？とっても怖いお話の始まり始まり。アンパンマンはとっても元気な男の子。そんなアンパンマンは最近不思議な夢を見ました。その夢というのは、真っ暗な中で、アンパンマン、私、綺麗？という声だけが聞こえるというものでした。夢は何日も何日も続きました。そんなある日、アンパンマンに電話がかかってきました。アンパンマンが電話に出ると、私、綺麗？とだけ言って切れてしまったのです。何これ、夢の人と同じ声だ。なんか怖いよ。その日の夜、アンパンマンが道を歩いていると、マスクをした一人の女の人が現れました。アンパンマン、私、綺麗？アンパンマンは驚いて、うん、綺麗だよ、と叫びました。すると、女の人はマスクを取って、これでも。女の人の口は耳のところまで裂けていたのです。うわー、お化け。アンパンマンは一目散に逃げましたとさ。口裂け女の話、怖かったかな？怖かったぞー。ドキドキしたでちゅ。口裂け女に絶対会いたくなーい。怖がらせちゃってごめんね。良い子のみんなは夜道を歩くとき、知らない人に話しかけられても絶対近づいちゃダメだよ。もしかしたら口裂け女かもしれないからね。気をつけるんだよ。動画は楽しかったかな？